ザリガニ。どうもザリガニでーす。今日も岸くん大好きです突然の告白はい、ということで今日はインスタのフォロワーのキンプリファンのティアラの方々に、あなたの一番好きな曲は何ですか、教えてくださいっていうものを質問したので、その回答をもとにランキング形式で発表していこうと思います。この前上げた動画もそうなんですけど、今いろんなキンプリのランキングを出しているので、もし岸くんのかっこいいランキングやってよとか、翔くんの可愛いとこランキングやってよとか、気になるランキングがありましたらぜひコメントで教えてください。今回はキンプリのデビュー曲のシンデレラガールから最新曲アイプロミスまで全部を対象に質問したので、ランキングで発表していこうと思います。それでは早速5位から発表していこうと思います。なんと5位が合計で2つあります。1つ目がこちらです。ででん、生活かっこ仮。これ読み方合ってるちょっとわかんないんだよね。この曲はウキウキするっていうか、恋人がいる時に聴きたい曲かな。個人的には翔くんパートの君に会えたらでねそれだけでいいのになーって音痴っていうところがすごい好きです。じゃあティアラさんの感想をご紹介していこうと思います。歌詞が本当に素敵で、曲調も可愛い。ほんとそうなんだよね。曲調がめちゃめちゃ心地いいの。朝と昼に聴きたい感じなんだよね。落ち着くんだけど気分が上がるって感じだな。カイちゃんが作詞したこともあり、明るい曲だからです。カイちゃんの明るさが出るし、しかもカイトがめちゃくちゃに可愛い。そうなの、カイちゃんの可愛さが詰まってんの部活で疲れた時聞くと、一瞬で疲れが吹っ飛ぶんです。いいねー。学校疲れた、バイト疲れた、部活疲れた、仕事疲れた、家事育児疲れたって時に聞くと、疲れたけど今日はこんな幸せもあったし、よかったかなーっていう感じで、一日をすっきり終わらせられるんよなー。最高の曲です。これが一つ目でした。続いて同率5位がもう一個、こちらです。ドドン。今君に伝えたいことです。この曲は失恋した時に聞くのもいいし、次の恋に挑戦するぞって時に聞くのもまたいいんだよ。俺の好きな歌詞は、どうせ愛なんてうまくいかないから諦めようっていうところが、まるで自分の気持ちを代言してて好きなんだよね。じゃあティアラさんの感想を見ていきたいと思います。翔くんの僕の愛なんて届くかわからないけどってとこが切なすぎる。一番の歌詞が特にね、失恋の時に聞くと心に染みるんよね。届かないと分かっても追いかける歌詞がファンのようで素敵だから、あるよね。歌詞の共感が本当にすごい。違うと分かっても共感しちゃうし、自分に当てはめてみるとどうなのかなって考えさせられるところがいいよね。今君に伝えたいこと、切ない、泣いた。切ないんだよな。恋人と別れた時に聞いたらダメージがでかすぎて逆に聞けない別れてから3ヶ月くらい経ったら聞きたいかなはい、こちらが5位でした。続いてが4位です。4位もなんと2つありました。1つ目がこちらです。ダダン、アイプロミス。あれー、新曲のアイプロミスがまさかの4位でした。個人的にはファンになって初めて出た新曲だから、思い入れが本当に強かったです。すごい好きなんだよね。俺自身歌詞に共感っていうよりかは、メロディーとかハモリとかが好きだから、キティレンのハモリがずっと聴いてられるんだよね。じゃあティアラさんの感想を聞いていきたいと思います。アイプロミス大好き、一目惚れ、一聞き惚れ、一生。メロディーも歌詞もダンスも全部いい。全部好きだけどアイプロミスかな。マジでみんな美女最高だし、歌詞がいい。好き、美女がいいの全員がコート着てんのがすんげー好きなんだよね。めっちゃおすすめなのが、デビュー曲のシンデレラガール見てみてください。その後にアイプロミス見ると、大人になった、みんな素敵だなって、年齢が上がったのにすごくかっこよくなってるって感じると思うので、ぜひ見てみてくださいこちらが4位の1つ目のアイプロミスでした。続いて同率4位がこちらです。君がいる世界です。これはね、悲しい時に聞くと共感するし、くじけそうな時に聞くと、よし頑張ろうっていう気持ちになれるんよな。特に自分が好きな歌詞は、僕もそばにいるからってところが好きなんだよね。一人じゃなくて誰かが支えてくれるんだなってところが、まあ人生というか、生きていく上で絶対にあることだし、当たり前なんだけど当たり前じゃないところが、ザ・人生っていう感じかな。この感想薄いな。じゃあティアラさんの感想を聞いていきます。君がいる世界、環境が変わって不安で学校に行きたくなかった時にこの曲を聴いて元気になったから。そうなんだよ、くじけそうな時に聴くと、よし辛いけどもう一頑張りするぞっていう気持ちにさせてくれるよね。マジでいい曲。君がいる世界、
君がいるからっていう歌詞のところで自分はいてもいいんだって思えるからです。この人は俺と近いけど近くないのかな。俺は僕もそばにいるからってところが好きで、この人は君がいるからっていうところが好きなんだね。主人公が僕なのか君なのかで聞き方とか感じ方が変わってくるのがまたいいよね。歌って答えがないからいいよな。君がいる世界、辛い時とか聞いたら自分は一人じゃないんだって思えるから、やっぱ辛い時とか寂しい時、一人ぼっちの時、くじけそうな時に聞くとこの曲は染みるよね。曲のメロディーが好きでライブも良かったから、うわライブ行ってみて。まだライブ行ったことないんすよ。しかもこの時期コロナだからね。次いつ開催なんだろうね。行きてー。はい、ということで4位がアイプロミスと君がいる世界でした。続いてが3位です。3位はね、学生よりも社会人を経験した人が好きなんじゃないかなと思います。3位がこちらです。ドドン、フォーカスです。この曲は仕事をしてる人の情景とか風景が思い浮かぶような歌詞になってるから、仕事頑張ってる人はマジで共感だと思います。辛い日々なんだけど、帰り道にさ、ほら小さな幸せ一つ持ち帰るってところがいいよな。それではティアラさんの感想を見ていきましょう。学校行く前に聞いて元気出してます。ああ、そっか、別に仕事だけじゃないのか。バスから眺める景色とかもあるし、そっか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 、ごめん偏見だった学校行く前に聴いてもいい曲なんですよ。理由は元気になる。いいよね。歌詞もそうだし、メロディーも歌い方も、辛いけど頑張るぞ、毎日変わらない日々だけど頑張ろうって思えるんだよね。理由は辛い時とか悲しい時に聴くと明日も頑張ろうと思うからです。そうね、辛い時とかに聴くと温かく励ましてくれるんだよね。いつもみんな頑張ってて辛いけど偉いよ、これからも頑張ってねっていうキンプリの思いがこもってるんじゃないかなと勝手ながらに思ってます。こうやってやってるとまた聴きたくなるし、キンプリ知らない人もぜひ聴いてほしい。すごいおすすめな曲です。はい、それではフォーカスが3位でした。続いてが2位です。2位の曲はすごい切ないの。これは失恋した時に聞いたらもうやばいよはい、2位がこちらです。ドドン、空です。とにかくこれは切ないんだよね。今までの思い出が全部風景となって蘇ってくるんだよ。時は戻るのとかさ、今度はその手離さないよっていう後悔とか悲しみが詰まってるんよな。じゃあティアラさんの感想を聞いていきたいと思います。岸くんも好きな曲って言ってたし、歌詞がめっちゃ好き。あ、岸くんこの曲好きなんだ、知らなかった。わー、岸くん調査不足だ、これからも勉強します。岸さんの歌唱力が好きです。あー、わかる。岸くんの歌ってすごい力強いんだけど繊細っていう感じなんだよね。柔らかいところもあればドドンといく感じもあって、聞いてて気持ちがいいの。なんだろうね、引き込まれるんだよね。誰かと岸くんが一緒に歌ってるハモリの時もついつい岸くんの声に耳を傾けちゃうんだよな。なんか岸くんマジックあるよな。切ないのが染みる、本当に切ないの。恋人と別れた時に聞いたらどうなるかね。もう涙腺ズワーだよね、うわーってなりそう失恋した時だけかなと思ったけどさ、今コロナで全然恋人と会えないとかあるじゃん。電話しかできないよとか、 LINE ばっかりだよ、全然会えないよ、デートできないよって人も多いと思うんだけど、そういう人ももしかしたら共感するかもしれないね。まあ俺彼女いないから意味ないんだけどね。ピエーン、ピエ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 ン、切なくて泣いている時は、優しく抱きしめて慰めて、ハリバディ。はい、続いてが最後、第1位です。第1位はダントツでした。まあでもね、もうみんなわかるでしょう第1位、皆さん頭の中で想像している通りです。第1位がこちら、シンデレラガールです。愛と信頼のデビュー曲、シンデレラガールでした。日本人の3人に1人は知ってるよな。なあなあなあ、知ってるよな。男でも惚れるいい曲なんよ。まさにキング&プリンス。俺すごいメロディーも歌詞も好きなんだけど、カラオケで歌えないのよ。出ない出ないはい、じゃあティアラさんの感想を聞いていきたいと思います。あー、これ素敵だな。シンデレラガール、やっぱりキンプリを好きになったきっかけの曲なので。シンデレラガール、デビュー曲で思い入れが強い曲だから、デビュー曲でもあって私がキンプリファンになるきっかけ、キンプリと出会わせてくれた曲っていうことの感謝なんだろうね。素敵な方だね。シンデレラガール、歌いやすい、歌いやすい、女性なのかな。これもし男性だったらすごい歌唱力の持ち主よな。いいな、シンデレラガール歌いやすいって言ってみてえわ。めちゃめちゃ出ねえもん
デビュー曲だし、いわちも歌ってるし、何よりどこかういういしい。そうね、新曲のアイプロミスもそうだったし、いわちがいないのはどこか寂しいっていうことなんだろうね。俺はいわちがいないっていうものがそもそもキンプリだと勘違いしてたから、昔からファンの人からするといわちがいるってことは素敵なことなんだろうな。昔から知っとけばよかった。なんでシンデレラガールはしてたのにキンプリのこと知ろうとしなかったんだろう。マジ後悔なんだけど。マンジ、まあダントツの1位でしたね。誰でも知ってるし、キンプリといえばシンデレラガールだし、いい曲だし、見た目も最高だし、もうみんな最高っていう感じだからね。みんなが認める第1位がシンデレラガールでした。ということで、ここまでがランキングでした。いや、楽しいランキングだったわ。回答していただいたインスタのフォロワーの方々、ありがとうございました。インスタはやってないけどランキングやりたいなって方は、ぜひこの動画にコメントいただけると嬉しいです。ちなみに今回こんなにたくさんの回答がありました。合計400近い回答がありました。本当に本当にありがとうございます。そしてぜひこの動画見てる方もインスタの方フォローしていただけると、皆さんの回答も載るかもしれないので、ぜひぜひフォローしてみてください。そしてチャンネル登録してくれるとめちゃめちゃ嬉しいです。よかったらよろしくお願いします。YouTube 以外にも Twitter、インスタ、TikTok やってますので、よかったらフォローしてください。ということで今日のザリガニでした。またね。バイバーイ。